3月20日、小牧市内の小学校全16校で卒業証書授与式が行われました。下小針中島にある北里小学校では、先生や保護者が見守る中、卒業生が体育館に入場し、式が始まりました。北里小学校では今年度102人が卒業します。鍛えようたくましい体、高めよう豊かな心の校訓のもと、6年間の小学校生活を送ってきた皆さん。式では永井克彦校長から卒業生一人一人に卒業証書が手渡されました。長森文也。はい。北里小学校では式の前日に行う練習で、各児童の似顔絵を描いた色紙を卒業生にプレゼントしています。これは美術の先生だった永井校長が昨年5月から放課の時間を利用して描いてきたものです。児童一人一人としっかり話をしようと、夢や目標を聞きながら描いてきました。立って踊れるダンサー、みんな素敵だな。楽しみにしたい。精神的な部分、人がやったことがない部分、期待してるぞ。角田玲香。全員ピラミッドを英語させ、歓喜した瞬間。式辞で永井校長は、困難に向かっている時には多様なつながりに生きてほしいという言葉を思い出してくださいと、卒業生にエールを送りました。多様なつながりに生きてほしい、豊かでしなやかな強さを持つ多様なつながりで困難を乗り越えていってください。この春進学する中学校、そして社会は悲しいことに含め可能性に満ちています。この日は来賓で市の教育委員や市議会議員、 PTA 会長などが列席。たくさんの人の祝福の中で卒業することがとても幸せだということを忘れないでくださいと、お祝いの言葉を送りました。たくさんの人の祝福の中で卒業していきます。当たり前のようですが、実はとても幸せだということをどうか忘れないでください。門出の言葉では、卒業生と在校生が互いに感謝と別れの言葉を送ります。北里小学校では卒業証書授与式のために、昨年度から卒業生が、今年度からは在校生も歌を作詞しています。歌詞に6年間の思い出やこれまでの感謝の気持ちを込めて歌いました。この日は愛知県内のほとんどの公立小学校で卒業式が行われ、7万2000人以上が卒業。小牧市内の小学校では1555人が卒業し、新しい道を歩み始めました。次週4月7日からの市政だよりは、市政戦略課から地域ブランドに関する取り組みについてお伝えします。